SU-100P とは、ソビエト連邦で試作された 100mm 砲を積む、自走砲である。ウラルマーシュの重車両生産部門であるオークブ -3 が設計した。設計シュムはレイフ・ゴルリツキー。での故障は、オブエークト 105SU-100P の用途は、敵の加点を制圧し破壊することにある。また領域への侵入を拒否する、装甲化された、敵兵力との交戦。 さらに大砲兵任務も行える。1945年の第二次世界大戦終了後、ソビエト連邦は新型の対戦車車両と突撃砲の開発計画を始めた。主な目的は直射によって敵走行車両を排除できることだった。この時代、ヨーロッパとアメリカ合衆国では近接距離から射撃ができる砲兵部隊を開発していた。 こうした砲兵の任務は徐々に牽引砲によって置き換えられ始めた。自走砲の大体の効かない地位は極地での衝突にあることは自明だった。ソ連で用いられている砲兵は近接距離での射撃に必須の標準装置を装備していたものの、こうした砲兵部隊の方針にかけられる最大行革は15度から20度だった。これは自走砲の性能を大きく減じており、 特に牽引法に比較した場合にそうだった。第二次世界大戦中の東部戦線での運用経験が集積され、大久部マイナス3の LI ゴルリツキーは新しい砲兵のための2つの計画を準備していた。1948年6月22日、ソ連は命令書ナン、no. バー2292-935を出し、大久部マイナス3は指示に準拠して、 SU-100P の設計に取り掛かった。SU-100P の設計は主にオークブ -3 が担当した。ただし、手法である DE-50、DE-10 は別個にオークブ -9 が開発した。試作車両の開発後、1948年の秋、SU-100P と SU-152G が共に工場での試験を受けた。 試作車両にはいくつかの問題点があり、指示機構に信頼性が欠け、自走砲の射撃の際には安定性が不十分だった。1949年10月、SU-100P は、SU-152G 及び SU-152P と共に安定性の試験に参加した。ここでは、SU-100P のシャーシの欠陥が発見された。車体を回収し、 見つかった欠点を除く作業が1955年6月まで続けられ、その後 SU-100P と SU-15 通 G はソ連陸軍の任務に使われることが許可された。しかし1955年、自走砲の大半の製造作業はニキータフルシチョフによって中止され、SU-100P が量産に移ることはなかった。SU-100P は、 車体上に開放式の砲塔を載せている。悪天候の下では、天外で戦闘室を覆うことができる。車体は三つの区画で分けられている。機関室、操縦区画、戦闘室である。エンジンと変速機は、車両の前方右側に収容される。前方の左側部分には操縦区画が設けられた。車両の中央部は戦闘室であり、 箱型をした砲塔に手砲が載せられた。車両を運用するには、乗員4名が必要である。車体の装甲は、厚さ 25mm、一方で砲塔の装甲は、厚さ 15mm である。SU-100P の主兵装は D-50、D-1100mm 10砲である。開発は1947年、ナンバー9工場の設計部門で、 FF ペトロフの率いる設計班が言った。SU-100P は、鉄鋼弾、高性能榴弾を射撃できる。車両は、砲弾50発を携行した。砲の水平社会は、左右143度ずつ、また、最大行角は37度、深くがマイナス4度である。近接射撃には、ジスマイナス3パノラマ式小準装置が用いられる。 また直射出砲の狙いを定めるためには OP-2 標準メガネが使われる。SU-100P は外部と連絡を取るために 10RT-25 無線装置を装備している。乗員間では TPU-47 から3インターコムを用いて通信する。同様に発光信号も使われる。SU-100P は V-105 エンジンで駆動する。これは V12、4ストロークのディーゼルエンジンで400馬力を出力する。V54 エンジンを回収した方であり、以下の調整が加えられた。SU-100P のシャーシには6組の天輪が付けられ、上部天輪は3組が装備されていた。軌道輪と誘導輪は各1組である。ありがとうございます。